4月4日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。4月4日の辛坊治郎です。いや、あのね、4月4日について随分考えていたんですよ、今。あ、そうなんですか。まあ、あんまり大きな声では、ああ、でもこれは私の暗証番号に一切使ってないからいいんですけど、はい、4月4日って、私の、裏結婚記念日なんです。裏って何ですか？いや、まあ本当の結婚記念日と言うべきですかね、入籍日なんです。あ、だから公に公言している結婚記念日というのは、つまりお家で お祝いをしなきゃいけない、毎年その日を忘れるとえらい目に遭うから手帳に書いてるのは別の日付なんですけれども、でも本当は4月4日に入籍してるんです。忘れもしない4月4日仏滅。あれ、仏滅4月4日の仏滅みたいな、なんかいかにも全部の縁起が悪そうな日に入籍に行ったもんだからやね。そうなんですか。こんなことになっちゃったんですよ。なんか随分なんかこうね、頭をそれが大半を占めてたんでしょうけど。そうですね、増山さんの怒鳴りを待たずに喋り出してごめんなさい。そうですね、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いや、その4月4日の我が家の結婚記念日にですね、まあそれをわざわざお祝いするかのように、はい、あのうちのかみさんの名前にちなんで太平洋断の時のヨットの名前がカオリンだったという話は、これは有名な話ですね、はい、別にそれはあの隠してる情報ではないんですが、いや、あのね、まあ、いつものようにあの本が送られてきまして、まあ、サインしてちょうだいというそういうので大変あのこの日本放送には失礼な話なんですが、日本放送の出版が部が関わっている本ではない別の本が送られてきてですね、まあ、そこにサインしろっていう話なんですけども、はい、まあ、ありがとうございますなんですが、送ってきてくださった方が京都の方でですね、段ボール箱いっぱいの大量のお菓子、このお菓子がですね、そういただきましてね、ありがとうございます。いや、私たちの番組のことをよっぽど熟知してらっしゃるんじゃないのかと。というのがこの番組の予算で、はい、出演者スタッフ用にお菓子というのがこう購入されて、スタジオの出入り口のところなんかにテーブルがあってその上に置いてあるんですが、そこに載っているお菓子と実によく似ている、そう、東せんべい系統みたいなものが大量に届きまして、まあ、辛坊さんお好きそうなものばっかりじゃないですか。だから私は最初にですね、あ、番組予算で買った来月分の予算、あのお菓子かなと思って最初無視してたんですが、うん、どうやら違うらしいということに今日になって気がついてですね、はい、中を開けたら、まあ、要するに本が入っていて、本にサインして送り返してちょうだいの、内容のお手紙なんですが、送ってくださった方が京都の京香りっていう、京香り、京の香りで京香りっていうね、はい、お菓子の問屋さんみたいなところの方みたいです。で、まあ、お菓子の問屋さんだから、でそこから送られてきたのが京香りという会社なんですが、あ、4月4日我が家の結婚記念日でうちの船香りんじゃないですか、へえと思ってですね、すごい、このなんかあの、うん、だからどうだということではないんですが、いろんなものがこう言葉としてつながっているでしょう。なんか合致して巡り合ったよね。それで4月4日で隣で思わず閉じてしまったわけですよ、はい、まあ、本当に皆さんありがとうございます。だけどあの大量のお菓子はありがたいんでありますが、うん、あの担当のですねディレクターさんに本番前に、はい、申し訳ないけどさ、俺の目の前から撤去してくださいとそこに置いてあるといつまででも止めとなく食べてしまうので、いやー、もう辛坊さんいくらでも食べますからね、おせんべいとかね。そうなんですよ、気持ちわかりますけど、今日特にねお昼ご飯食べてないもんですからね、まあ、朝から2回も食べてるんですが、ちょっと時間がいつもと違う時間のスケジュールで動いちゃったもんですから今日朝早かったですかね、ちょうどお昼ご飯を食べ損なってるタイミングで目の前に大量のお菓子があったら、はい、これやばいっしょもうキリがないですよねこれ、まあ、止まらない、もう完全に止まらなくなって、あ、ダメだ、自分の意思では止められない、お願いだから目の前から目の前から取り除いてっていう、はいはい、叫んでしまいましたですけど、うん、いつもと違う時間に動いてるとですね、いろんな発見がありますね、面白いですね。本日の東京、有楽町線の、通勤時間帯のマスク着用率、有楽町線 96.28%、はい、
やっぱりサラリーマン OL の皆さんはやっぱあの社会的慣習も含めてですね、地下鉄に乗るときにやっぱりマスクしないとまずかろうっていう方がいっぱいいらっしゃって、まあ、ほとんどの人はマスクしてるわなあと花粉症の影響もあると思いますけどね、まだこの時期ですとね、ですね、はい、それから街をそぞろ歩いていたらですね、はい、今日ちょっと驚きの光景に出くわしたんでございますよ。なんでございましょう、まあ、光景というよりまあ耳で聞いた話なんですけども、道端でですね、今日なんかうららかな春の日みたいな、うららかな春の日みたいなって、うららかな春の日ですよね、今も。そうですね、まさに。もう4月ですから、はい、すっかりうららかな春の日なんでありますが、うん、まあ、半袖の T シャツで歩いてる人も随分いるという、そんな状況の中でですね、中年男性が2人、はい、築地のあたりで、日だまりの中で、広角青を飛ばして、大論争を繰り広げているんですよ。その、交差点の反対側にいても聞こえるぐらいのでっかい声でですね。何について喋ってんのかな。別に耳をこう傾けなくても自然と聞こえてくるんですが、はいはい、英語なんです。でも英語もね、ネイティブのイギリス人とかアメリカ人が広角泡を飛ばしているような英語は全く聞き取れないんですよ、そんなものは。ところがですね、どうやら英語をネイティブとしないアジア人2人が、何かについて議論をしてる。あ、なるほど。で、あの、はい、ネイティブの英語は我々にはなかなか聞き取り、はい、我々って誰なんだよって話ですが、はい、私にはなかなか聞き取りづらいんですが、うんうん、アジア人が片言で喋る英語って割と聞けたりなんかするんです。ちょっとカタカナ英語っぽく聞こえたりねしてね。で、聞いてたら片っぽがどうもね、中国本土から日本にいらっしゃってる方で、もう一方は、日本に在住なのか台湾からいらしてるのかその辺がちょっとよくわかんないんですが、もともとやっぱ中国系なんだけれども、多分中国語だとお互い、中国っていろいろ言語がありますからね、はいはい、一つの国の中でも、でね、同じ中国語通だって、全然 A の中国語と B の中国語と通じない中国語みたいなやつがありますから、多分そういう関係なんだと思います。中国系と見られる二人が英語で広角泡を飛ばしてるわけですよ。うん、ね、すっげーでっかい声なんで、はい、何について喋ってるんだと思ったら、断片的に聞こえてくる言葉がですね、どうやら片っぽの人が、もう片っぽの中国本土から来てる人に、中国本土における、まあ、中国共産党下における言論の自由みたいなものについて異議を唱えてるんですね。で、もう一人の方は必死に応戦をするんだけども、途中からなんか同調してきて、すごい二人で盛り上がるわけですよ。はいはい、二人とも片言の英語なんですが、うんうん、それを聞きながらですね、うららかな春の日にですよ、日だまりの中で、はい、中国共産党の言論の自由について大声で語り合っている中年男性2人というのも、うん、なんていうか、あ、平和だなぁと。これが多分中国ならば密告されたらアウトですからね。そう、ロシアでもアウトでしょ。ロシアなんか、あの、1990年代にソ連が崩壊した後はなんか西側の国に近寄ったような一瞬があったんですが、今はもう特にウクライナ侵攻始まってからですよ、今週ニュースになりましたけれども、娘さんかなんかが学校でなんか出した文章とか、あの、絵みたいなやつにクレームがついて、お父さんと捕まっちゃったりなんかして、本人が言ったとかじゃなくて、娘が学校で描いた絵にクレームついちゃって、と捕まっちゃうみたいな、言論の自由なんか欠片もない国になっちゃったんですが、中国なんかもっとひどくてですよ。この間、あの、先週、あの、日本人がスパイ罪でと捕まったって話の時に、あ、解説しようと思って、そこまで行き着かなかった話が一つあってですね、何が恐ろしいかってですね、密告が奨励されてんですよ。だからなんか、あの、本当はなんかその中国に対して悪口言ってたりなんかしなくても、こいつをなんか追い落としてやろうとか捕まえさせてやろうとか思ったら密告しちゃうことがあるわけですよ。悪意があったらね。そうなの。恐ろしいじゃないですか。そうですね。そんな状況の中だったら、多分今ここの築地の日だまりの中でされているような会話は中国国内では絶対無理だなと。確かに。これ近所で聞いてる人が通報したら、二人とも逮捕されちゃうんじゃないの、ということで言うと、日本だと完全に心を許して街角で大声で政治の話をしてる、してられる、我々の、あの、今確保している言論の自由みたいなやつがいかに幸せな状況かというのを、春の日だまりの中でですね、葉桜になった桜を見ながら、ハラハラ散る桜を見ながらですね、耳はそちらに傾けて、うん、もしかするとものすごく幸せな中、私たちはこう生きてるんじゃなかろうかと、このものすごく幸せだということをやっぱりどっかで自覚しておかないといけないんじゃなかろうかみたいなことを、今日ここへ来る中で
考えながら来たわけですよ。深くね考えたんですね。4月4日新房家結婚記念日、はい、皆さんでお祝いしてください、ね、ありがとうございます。え、何年目ですか、はい、ご結婚。たくさんです。たくさん、最近あのそういうこと聞かれるとだいたいたくさんと答えること、ね、よく聞かれ、最近よく聞かれるんですよ、新房さんっておいくつですかとか聞かれるんですね、うんうんうん、ねえ、たくさんです。いいですねそれね。たくさんです。私もそれ使います。いやいや、増山さんはまだそんなにたくさんじゃないんじゃないかと思いますよ。ですけど、はい、増山さんはまあ日の絵馬だから実年齢はたくさんかもしれませんがそこそこね、まあ、たくさんですよ。見かけはそんなにたくさんではないと思います。私はあの見かけも含めてたくさんになろうと思ってですね、どうしたんですか今これ、まあ、ラジオを聞く皆さんはわからないと思いますが、最近もう一つツッコミ入れられるのは、志麻、うん、さん髪の毛茶色くしてませんかとか言われるんですよ。 それ思ってまして、ね、違うんです。これはですね、私の行きつけの散髪屋さんに行ってですね、はい、ちょっと私、ね、年相応に総白髪、ま、シルバーヘア銀髪にしようと思ってるんですって言って相談したんですよ、はい、そしたら、はい、わかりました、ただね一回じゃ無理ですから、はい、あの何回かでやりましょうって言って、今これ3ヶ月目かなんかに突入していて、その過程なんですか。過程なんです。わざわざなんかね白いのを塗った上に茶色流してるみたいな、すっごい手間かけてるんですよこれ。そうなんだ。私自慢じゃありませんが頭めちゃめちゃ金かかってんですよ。そうなんだ。バンペシはねびっくりです。道端に生えてるものをねちぎってきて食べてたりしますよそら。頭にはお金かけてる。頭実はですね、最初に白のベースを入れてから上に茶色を入れてるんです。なんかそうじゃないと、ま、抜いてる なんかよくわかんない、全部お任せしてるからわかんないんですけど、だからかなり茶色くて明るくなってるじゃないですか。そうそうそう、あの多分半年待たずにですね完全なシルバー。え、それを目指してたんですか。はい、いやびっくり。え、どうしてですか。もう最近ほら杖ついて歩いてたりなんかして、できるだけあの高齢者前として生きていこうと、だからできるだけあの電車に乗ったら、優先座席には座ると。席この間席譲られたというエピソードをお話しましたが、ね、 あれ以降ですね、そうだ年相応に生きていこうと、でだからあの髪の毛も全部白くして、できるだけ杖をついて背中丸める必要ないですね。それは姿勢はちゃんとね、はい、まあそんなこんなでね、やっぱ人間年相応は大切だなとなんか思うんです。なんかいろいろひらめいて実践してますね、はい、いろんなことね。春ですからね、いつまで生きてるか分かりませんからね、はい、謳歌してますね。いいと思います。ありがとうございます、はい、先行ってください。では株と為替の値動きです、はい、今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて99円27銭高い 28,287 円42銭で取引を終えました。およそ1ヶ月ぶりの高値となりました。前日のアメリカ市場でダウ平均株価が上昇した流れを引き継いで買い注文が優勢となりました。また為替相場は現在1ドル132円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと90銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台にズームするのは次元の異なる少子化対策、子育て支援加速化プランと政治情勢ということで、元日本テレビ政治部政治ジャーナリストの青山和弘さんスタジオ生出演になります。5時台はフィンランドが今日 NATO に正式加盟というニュースにズームしていきます。そして今日も番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想などツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で番組のエンディングでお送りいたします。ズームオンミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲お送りしますが、今日のお題は辛坊家結婚記念日と聞いた時に聞きたい曲。辛坊家結婚記念日と聞いた時に聞きたい曲、はい、なんかめでたい曲、ね、お願いします。はい、そう、選曲の理由も書いてzoom@1242.com まで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。
経済産業省は大手電力7社が家庭向けなどの規制料金の値上げについて申請内容を見直した結果、北海道、東北、東京、中国、四国、沖縄6つの電力会社の平均値上げ幅が圧縮されたと公表しました。圧縮幅が最大となったのは東京電力の 11.7 ポイントです。全日空は昨日のシステムの不具合で国内線153便が30分以上遅れたと発表しました。およそ2万人が影響を受けて遅延の最大は2時間18分でした。自民公明両党は防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則の運用指針を見直す緩和策をめぐり4月下旬に実務者協議を開始する方針を固めました。政府自民党は侵攻された国を支援するため殺傷能力のある武器の輸出を解禁したい考えですが、公明党は慎重姿勢で協議の焦点になります。起訴されたアメリカのトランプ前大統領は昨日専用機でニューヨーク市に到着しました。今日裁判所に出頭して罪状認否に臨みます。アメリカのマッカーシー下院議長の事務所は中米歴訪を終えてカリフォルニア州に立ち寄る台湾の蔡英文総統との会談を明日ロサンゼルス郊外のレーガン大統領記念図書館で実施すると発表しました。文部科学省は低所得世帯の大学生らに対する就学支援制度の2024年度からの改正点を公表しました。条件付きで保護者の世帯年収の上限をおよそ600万円に緩和します。昨日多くの企業で入社式が行われました。新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年以降オンライン開催が増え式典を見送る企業も見られましたが、マスクなしの対面開催などコロナ前の姿を取り戻しつつあります。今日午前8時ごろ、千葉県いすみ市の台東海水浴場から釣ヶ崎海岸にかけ、イルカ8頭が打ち上げられているのを、町の職員と国立科学博物館の職員が発見しました。イルカは昨日の朝も同じ場所で30頭以上が打ち上げられ、うち数頭が死んでいるのが確認されました。イルカですか。いやこれに関してですね、はい、まあ、ここで喋っちゃったら同じ罪を負うことになるわけですが、すごい気になってることがありましてね、はい、とある新聞がですよ、もう連日書き立ててるのがですね、このイルカに関して、はい、過去東日本大震災かなんかの時に、イルカが大量に上がった後に大きな地震が起きたんで、うん、今回もなんか地震が起きるんじゃないのかとネット上で話が乱れ飛んでるという話があって、その新聞記事は最後に、いや同じようなケースで大量のイルカが打ち上げられたことがあるけれども、だけど地震が起きなかったということもあるので、まあ、東日本大震災の時の方が単なる偶然に過ぎないから、今回イルカが大量に上がったからといって、すぐに地震が来るというような話ではないという結論が新聞には書いてあるんだけど、それだったらわざわざそんなデマ改めて飛ばす必要はないだろうと、何なんだこの記事はという思うことがとある某どこの新聞とは言いませんけれども、M 新聞ですねなんだよこれっていう、そういうことがありますが、今ここで言っちゃったら同じ話なんでごめんなさいねって話なんですが、さて、うがった見方で物事を見ていきます。だからここから先はあくまでもうがった見方というふうに解釈してください。はい、電力会社、まあ、20% とか、 なんか 30% とか40一部 40% とか、とんでもない値上げを発表してたんですが、ここへ来てですね、いや、まあ、それに比べれば 10% ぐらいは値下げしますよと、うがった見方があってですね、はい、どうも、それともう一つ同じタイミングでですね、2月ぐらいに、これはこの番組でも言ったことがありますから、まあ、これまた同罪といえば同罪なんですけども、電力料金がものすごく上がる上に、2月ぐらいに電力需給が逼迫するから、停電になるかもしれません、みたいなのを、去年年末、散々脅かしたじゃないですか。はい、結果、綺麗に乗り切ったわけですよ。で、今になってまた夏の電力需給が逼迫。どうもですね、これはですね、上がった見方をすると、
原発政策の変更に向けての世論作りだったんじゃないのかっていう感じが私は相当色濃くしてますね。かなり意図的に行われたんでないのかという感触を持ってます。でもともとそんなに上げる必要なかったし、電力需給もそんなに厳しくなかったんじゃないのっていう話で、でだけど結果的にですね、その脅しが一つ効いた可能性はあるんです。というのが、はい、値段が上がる上がるとか、ものすごく上がりましたって散々やったじゃないですか、はい、メディアが、うん、それで電力の消費量がガクッと落ちたんです。だから電力消費を抑える最もいい方法が実は値上げだったという非常に皮肉な話なんですが、どうも今年の2月に、はい、あの電力需給逼迫するぞ逼迫するぞって言ってたのが、はい、乗り切れたのは大きく2つあると。1つは電力料金が異常に上がっちゃったもんだから家計を守らなきゃいけないんで、うん、みんなが電力の使用量を抑えたっていうのと、ね、もう1つは予想ほどの厳しい寒さにならずに暖冬だったんで、乗り切れたんじゃないのっていう話があって、まあ、これがおそらく正解だろうとは思うんだけども、どうもね、いろんなところで世論作りというのが行われたりなんかするわけですよ。その次のニュースも若干きな臭いなとは思うのはですね、はい、この間ウクライナに岸田さん行きましたよね、はい、であの時渡したのがしゃもじかよって言って結構ニュースになりましたよね。これもちょっと伏線っぽい匂いがするのはですね、はい、実はしゃもじだけ渡したわけじゃなくて、今回ウクライナにはですねヘルメットと、防弾チョッキは提供してるわけですよ、はい、だけど日本の過去の海外に対する、まあ、武器は基本的に輸出ダメだよねっていう大きな原則からすると、防弾チョッキとヘルメットっていうのも結構スレスレラインで結構議論があったんですが、はい、ただしゃもじがクローズアップされて、でやっぱり自民党の右派の人たちの中では、はい、まあ、自民党の右派だけじゃありません、野党の中でもやっぱり同じような主張する人たちもいますし、うん、私はそれについてはそんなにディスアグリーではないっていうか、それはそうだろうなと思うのは、世界中がやっぱりウクライナが欲しいと思ってるのは武器なのに、日本はしゃもじかよって話になるわけですよ。ウクライナにやっぱりなんかどうしても向こうが戦車必要だとかって言ってる時に、うん、全くそういうものを輸出できないと提供できない国でいいのかっていう、うん、まあ一つ、はい、世論作りにしゃもじって位置づけられたんではないのかっていう、そういううがった見方をしていくと、実は一つ一つのニュースの裏がなんか面白いって言っちゃなんですけどあれです ね、 ね、だからそこまで物事をね深読みする必要はないんだけれども、うん、もしかすると我々は知らず知らずのうちに世論誘導の片棒を担がされてんじゃねえのかっていう、後から振り返って気がすることが結構あるんです。はい、はい、さてその次のニュースで、はい、トランプ前大統領ニューヨークに到着しました。これがねニューヨークどんな法律に触れたかというとですね、はい、ポルノ女優と関係があって、そのポルノ女優の口を封じるために日本円にして2000万円弱を渡したと、うん、で単に自分のポケットから出しただけならみっともない話だけども、それだけの話なんだけど、これなんで罪になっちゃったかというと、弁護士通じて渡したんですよ。で弁護士通じて2000万円元ポルノ女優に渡したんだけど、それを事務所の予算で弁護士費用として計上してんのね。それはね、いやそれ口封じの元ポルノ女優に渡した金が弁護士名目で当たってたら、それは違法だろうっていうことになって、まあ、前代未聞の訴追劇になったんですが、はいはい、ところがトランプ大統領って通常なら単なる恥なんだけど、うん、ここが逆手にとってですね、支持者にしてみりゃそんなことで元大統領を罪に落とすのは陰謀だって話になって、それ信じ込んじゃう人がいるんですよ。でそれ信じ込んじゃう人もいるという文脈で言うと、うん、先ほどから私がここで申し上げてるのも、まあ陰謀論すれすれかなっていう、陰謀論そのものではないですが、すれすれかなとも思いますので、その辺は差し引きながらお聞きください。4月4日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、こんなご意見いただいてます。どんな、バラ通信さんから、へいへい、こんにちは辛坊さん、どうも。4月4日はね、今日の結婚記念日ね、はい、辛坊家のね、4月4日は4と4を合わせる幸せ、つまり幸せの人も言います。え、そうなんですか。
いい日の結婚記念日ですね。ありがとうございます。でも仏滅だったんですよ。やばい、いいじゃないですか。幸せ。幸せ。あ、そうですか。なんかね、ずっとでもね、4月4日から仏滅っていうのは私のキーワードになっててですね、はい、わざわざそんな日に入籍に行かなくてもと、そこしかね、行くタイミングがなかったんですよ。それで今は結婚式よりも先に入籍の方を済ますっていう人の方が多いですよね。我々の頃は先に結婚式済ましてから入籍っていうパターンが多かったんですが、確かにそうですね。増山さんの頃どうですか？私も結婚式をしてから入籍ですよね。我々の頃は、我々の頃って同じ格好の中にすいませんね、本当に。だけど、うん、今の若い人聞いたら圧倒的に先に入籍してから、確かにそうかも。多分吉田由紀ちゃんなんかもそうじゃないかな。そうですね、そうですよね。だって吉田由紀ちゃん、ま、入籍して、ね、結婚式ずっと後みたいな話じゃないですか。そうなんです。あ、そういうところもちょっと時代によって随分変わってくるな、ね、でも4月4日が幸せの日だとすると、うん、今後ちょっと人に言う時の雰囲気が変わりますね。そうですよ、俺さ幸せの日の結婚だからどんな自慢だよそれ。本当ですね、はい、まあ、でも本当にお幸せでね、辛抱家良かったと思っております。恐縮、幸せかどこなんか分かんないじゃないですか。幸せそうじゃないですか、辛抱さんも。ああ、そうですね、まあ、比較的穏やかに暮らしております。これは奥様のご尽力のおかげでございますよ。なんかお家に帰るとボロカス言われるんですけどね、はい、まあ、受け止めてください、それは。はい、ということで、まだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM@ だって、この間なんかね、あのドアを開けたらですね、呼ばれて飛び出てジャ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 ーンって私帰ることになってるんですよ。呼ばれて飛び出てジャ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 ーンって言って、ドアを開けたら中からうちのかみさんが呼んでないって言って玄関バサッと閉めるんです。鍵までガチャッとかけたりなんかして、ちょっと待ってくれ、おい、ちょっと待って、せっかく帰ってきたのにいきなり鍵かけてどうすんだよ、締め出しかい俺はっていう。旗で見てると、そのやり取りをお二人が玄関でやられてるところを想像すると、いや、まあ幸せねって思いますよ。そうですか、それはね。いや、誰も観客いないんですよ。いないけど、ね、観客いりゃコントになるかもしれませんけど観客なしですからねなかなかいいじゃないですか、はい、そうですか、ありがとうございます。ご意見はこの後もズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあ、この後は次元の異なる少子化対策、子育て支援加速化プランと政治情勢というニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。次元の異なる少子化対策、子育て支援加速化プランと政治情勢。政府は先月31日、少子化対策の試案を公表しました。試案では、育児休業の給付や保育士の配置基準など、現行からの引き上げや改善を図る具体的な数値が示されていました。子育て世代ら当事者の期待は大きいものの、一部では懸念の声も上がっています。さあ、今日は元日本テレビ政治部政治ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺います。ご苦労様です、はい、よろしくお願いします。忙しい中すいません。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。どうなんですか、岸田政権、最近支持率も割と、まあ、低値とは言いながら安定してきてて、もしかすると、いや、上がってきましたね、少しずつポイント数ポイント上がってる感じで、はい、どうなんですか、あの結構自信を深めてる感じですか。もうなんかすっかり調子が上がってきちゃってですね、まあ、まだね、今辛坊さんもおっしゃったようにそんなに高いってわけじゃないんですけれども、はい、まあ、不支持よりもちょっと支持が上回ったりする調査も出てきて、やっぱりウクライナも行けたし、はい、予算も無事通ったしってことで、かなりまたさらにこう勢いが増して陽気になってますね、岸田さん。そうなってくると大体じゃあ勢いに乗って解散かみたいな声が常に出るじゃないですか。そうですね、本当はどうなんですか。4月にこの4月23日の統一地方選の後半戦に合わせて選挙をやるっていうのは、はいはい、やはりまあ検討の素性には上がってはいたんですね。ほうほう。ただやっぱりそのいろんなまあハードルがある。それはやっぱり統一地方選挙と一緒なのを公明党が嫌がるとか、あとやっぱりサミットの直前にそこまでリスク取るのかというのもあって、はい、まあ、今回はまあ見送ったわけですね。ただやっぱり
基本線としてやはり岸田さんは菅さんみたいになりたくないっていうのが最大のプライオリティなんです。私ね、菅さんはよくわかんないんですよ。というのは、うん、菅さんが政権にいた間の半年ぐらい日本にいなかったもんですから、はい、あ、そうか、ちょっと事情がありましてですね、それで何が起きてるかよくわからなくて、帰ってきたらですね、あれあれやめちゃうの、あれどうして、 何が起きたのって、そんな感じだったんですが、菅さん何が起きたんですか。まあまあ簡単に言うと、コロナを経てる間に支持率がどんどん下がっていって、はいはい、でまあ、あの総選挙のタイミングが迫ってきちゃったんですよ。いわゆる解散総選挙しなきゃいけない任期がですね、衆議院の、はい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 、でその前に自民党の総裁選挙があったんですね、で自民党総裁選挙にやっぱりあの勝って、まあ、その後総選挙っていう手もあったんですけれども、はい、あまりにも支持率が下がっちゃったんで、まあ、総裁選挙に出ることができず、でその前に解散を打って勝てば総裁選挙は無投票っていうのもあったんですが、解散を打とうとしたら安倍さんとか麻生さんとかに羽交い締めにされて羽交い締めされたんだ、羽交い締めされちゃったんです。結局、まあ、総理の権限じゃないですか、解散って、はいはい、それもできずに、要は退陣に追い込まれた。まあ、ありがちなパターンちゃありがちなパターンですが、要するに岸田さんはそうなりたくない、なりたくない、つまり追い込まれる前に、解散権奪われる前に解散して勝って。どうなんですか、その今岸田さんの解散権を奪うような勢力って自民党の中にあるんですか。あまり支持率がやっぱり良くないとですね、今やったら落ちちゃうよっていう人たちがわーって放棄してくる可能性はあるんですが、めんどくさいですね、政治の世界は。ただ今支持率がだいぶ持ち直してきましたし、はい、まあ、野党も今そんなに勢いがないので、今ドーンと打つとですね、まあそれは打ち切れる可能性はやっぱ十分あると思いますね。どう見てます、あの岸田政権下における解散のタイミングっていうのは。やはりその総裁選は来年の9月なんですね、だから総裁選を無事乗り切るにはその前に解散して勝っときたい、はいはい、であんまり遠く離れちゃうと、ちょっとその間また何か起こるとダメなので、近い方がいいんですけれども、近づきすぎると菅さんの時のように解散を打てなくなる、はい、まあ、支持率が下がっちゃったり、コロナがすごかったり、なのでどの辺があったらちょうどいいのかなっていうのを日夜悩んでいる岸田さんというのが今の現状。なるほど。年内解散はある、なし、あります、もちろん、結構角度高い、高いと思いますね、あのもちろんそれできなくなってくる可能性あります、これから何あるか分かんないんで、はい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 、ただこのぐらい支持率も上がってくれば、あの年内に打ってくると思いますね、解散ね、はい、うん、政治記者は関心事なんです、解散がね、はい、まあ、そうですよね、解散となると放送局もあの特番組まなきゃいけなくて、特番、選挙の特番って結構金かかるから、そうです、ね、頼むから同じ年度の中で2つはやめてねっていうのありますよね。出口調査にお金かかるんですよね、とにかくね。そう、最近は、昔はね、メディアそれぞれがみんな単独でやったのが、最近あの世論調査金かかるから、結構複数のメディアでグループごとで、テレビも新聞も一緒みたいな、そうですね、どっちが金出すんだよこれみたいな、きっと裏で揉めてんじゃねえかなと思うようなことも増えてきましたね。本当に厳しくなってきましたよね、世の中世知辛いですね。世知辛い、はい、さて、今通常国会言ってみれば、まだ通常国会開催中、開幕中って当たり前ですけどね、はい、まあ、あの開いてる状況の中で、前半戦、あれ、なんか動きがありました、どうしました、何か動く、ね、あ、地震があったようですね、先ほど4時7分ごろ、東京小笠原村で震度3の地震を観測しました。小笠原で震度3ですか。小笠原村で震度3の地震を観測しました、はい、この地震による津波の心配はありません。津波の心配は、冒頭地震の話はちょっとしてましたけども、あ、まあ、いや、まあ、小笠原で震度3、まあ、うん、はい、まあ、心配は心配ですけども、まあ、ですけどもっていうね、さて、国会の話を戻すと、前半戦、はい、前半戦というか、もう予算が通った後ですね、衆議院が予算、衆議院予算通るまで何があったかなんてほとんど記憶がないんですが、衆議院で予算が通って参議院に予算が持ち込まれてから、うん、高市早苗さんの話が出てきて、はい、で高市さんの話がなんとなく、あの高市さん踏みとどまってたかなって言ってたら、追及してた方の人が火だるまになってみたいな、ね、よくわかんないことになってますね、今国会は。本当に一味毛量の世界というか、こうむちゃくちゃですね、これね。どういう、何が起きたんですか。いや、まあ、また小西さんが余計なことをね、あの立憲民主党の小西が憲法審査会について言っちゃって、であれだけ放送局に圧力かけちゃいけないって人が、なんか妙に圧力をかけたみたいになっていて、言ってることとやってること違うじゃねえかみたいな、
非常に説得力を失っちゃいましたよね、立憲民主党もね。まあそうですね、はい、その印象は確かにありますよね、だからまあ高市早苗さんのあの文書捏造だって、だけど文書は捏造じゃなくて本物だ、そしたらまあ中身が捏造だみたいな話になって、そうそうですね、そっから先はもうほぼほぼ水かけ論状態になったんですが、追及していた元総務官僚で放送行政に関わっていた小西さんという人が立憲民主の方ですか、はい、この方が追及してって、あの要するに高市総務大臣の時に放送局に圧力をかけた疑惑をずっと国会で追及してって、で逆にそれで、あれ何のきっかけだったかよく覚えてないですけども、その追及してた小西さんのについてネガティブな報道がされた瞬間に、これは放送法上今の報道は許されねえみたいな、そうですね、ちょっと待って、あんたこの間それで追及してたじゃんっていう世界ですよね。いや全くその通りですね。でやっぱりあの彼自身が総務省の官僚じゃないですか、小西さんが元、で放送行政にも関わってたっていうんですよね。で俺に文句言うなんていい度胸だって、それ一番やっちゃいけねえって言ってたことじゃないのかっていう、ちゅうかね、びっくりですよね。あのどうなんだろう、私なんかの感覚で言うとね、昔の、まあ、青山さんも東大でだから、まあ、東大でって言い方はちょっとやめると話が続かなくなるので一応しますけども、どうぞ。昔の東大法学部出た官僚は本当に優秀な人がたくさんいたはずなのに、最近明らかに質落ちてんじゃねと思う局面多いんですけど、なんか本当この人勉強できてたのっていう人いますよね。本当に優秀な人がみんな外資系の金融機関とか行っちゃってんじゃねえのか疑惑があるんですけど、でもまあ本当にあの外資系志望は異常に増えましたね。やっぱね、給料が3倍違いますからね、ね、若い時の。だから昔はそれでも高級官僚行ったら若年層の時には大した給料じゃないけれども、50、60になった時にすごくいい将来が待ってると思うから国家のためにって言って、ところがその50、60になっても、まあ今回のね、あの例の国交省 OB の人が、はいはいはい、あの叩かれてるじゃないですか、あの民間企業の社長人事に圧力かけたって、あれ一昔前なら表に出ないネタですよね、あれ。まあそうですね、水面下で、まあ、ある意味粛々と。で私だからあの会社に関して心配してるのは、あれ表に現体制の民間から来てる社長がこの話、まあ多分意図的に新聞にリークして書かせたんだと思うんだけど、あの会社に今後国交省が相当締め付けするんじゃないのかっていう感じがするんですが、一時はね、それはあのなんかこうやってやったぜっていうのはあるかもしれないけど、長く見るといろんなことが起こるかもしれないですよね。だってあのいやあのこれ言うこと聞いて、この人物を国交省出身のこの人物を社長にしてくれたらこんないいことあるよって言って話持ちかけた話が全部表に出ちゃって、今はその持ちかけた方が袋叩きに合ってますけれども、多分5年10年でほとぼりが冷めた頃にじわじわと国交省からこの会社嫌がらせされんじゃねえのかなって、やっぱり日本ってそういうところありますよね。やっぱりその所管官庁と所管される企業の関係っていうのは昔からやっぱ変わってないんですよね。だからその放送局もですね、本当は独立した第三者があの所管すればいいんですけど、日本は、まあ、昔の郵政省、今の総務省が見るという形に GHQ の占領の後に変えちゃってるんですよね。そうですね。やっぱこれやっぱりいびつな構造を生んでるというのは言えると思いますね。まあ、これはこの番組でも何回も指摘したことがありますが、それは放送局だけじゃなくて、要するに日本民主化のために GHQ はありとあらゆるところに独立委員会作ったんだけども、ね、だからサンフランシスコ講和条約で日本が独立した瞬間に日本の官僚軍が巻き返して、もうほとんどの独立委員会ぶっ潰して、そうですね、ぶっ潰して全部官僚のもとに権力を取り戻して、放送局なんかもその典型ですよね。そうですね、まあ、公正取引委員会とか少し残ったものはあるけれども、名目上残ってるのが選挙管理委員会とか公正取引委員会とか国家公安委員会 もほとんど名前だけですよね。まあ、名前だけですね、はい、だけど一応残ってるものもあるんだけども、名前もぶっ潰しちゃったのが放送局なんか典型的ですよね。そうですね、完全に官僚が見ると、まあ、簡単に言うと政府が管理するということになったんですよね。そうだからね、官僚国家なんですよ。まあ、それが隅々まで私はね、あの最近、ああこんなところまで官僚が細かく設計してるんだって思うことがいくつかあるんですが、まあ、それはおいおいこの番組でお話をするにして、さて今日は青山さんに来ていただきましたんで、今の岸田政権の現状における特に今週の売りはですね、子ども家庭庁か、
ですか。そうですね、子ども家庭庁が発足、はい、しました、はい。さあ、これをどういうふうに評価されますか。まあ、子育て支援とかですね、少子化対策とか、あと、まあ、虐待の防止とかですね、大変今重要な課題であることは間違いないんですね。なので、その子ども家庭庁を作って、まあ、こうした問題を一元的に、まあ、縦割りを排してやろうと、まあ、いうこと、この志は良しなんですけれども、やはりその作ったこの子ども家庭庁っていうのがですね、今一つこうやっぱ力が弱いんですよね。そうですよね。だって、やっぱり子育てにおける日本の最大の問題って養保一元化って言って、はいはい、文部科学省傘下の幼稚園と厚生労働省傘下の保育園と、何で同じようなことしてるのに、片っぽ文部科学省で片っぽ厚生労働省で、はい、保育士さんの資格とそれから幼稚園教諭の資格はまた別 で、ね、監督官庁の予算も何もかも全部別って、うん、それ一元化一つにしろよって言って、子ども家庭庁だから一つになるのかと思ったら、子ども家庭庁の長官には厚生労働省の、官僚がトップに長官についたんだけども、うん、厚生労働省が所管していた保育所はここに入ったけれど、保育園はここに入ったけど、幼稚園は結局文部科学省に残ったまんまって、何なんだよこれ。そうなんですよ、縦割り打破と言いながら縦割り残ってんじゃんっていう感じなんですね。どこまで本気なのかしらっていう感じがしますよね、これ、で、子ども家庭庁ってやっぱりなんとか庁ってつくとですね、みんな同じかと思うんですけれども、例えば復興庁とかデジタル庁とかいうのは内閣に直接置かれてるんですよ、はいはい、だけどこの子ども家庭庁っていうのは内閣府の外局に、まあ、過ぎないわけなんですね、やはり権限っていうのがそんなに多くない、やっぱり文科省厚労省の、まあ、ある意味下下部組織的な雰囲気になってて、やっぱこれでどこまでやれるのかっていうのが今後やっぱり見ものだなという感じですね。それもその今後じゃあ具体的な設計みたいな叩き台みたいなやつが出てきましたけども、予算に関してどっから金持ってくんだっていうと、今盛んに言われてるのが社会保険料の増額みたいな、うん、ね、増税すると国民から嫌がられるので、うん、社会保険料だとぬるっと給料の天引きは増えるけれども、消費税上げるときみたいに全国民的な反対運動が起きないんで、そうですね、上げやすいんで、なんとなく上がってるっていうね。実は子育てしている当事者が一番ダメージ食らうのがこの社会保険料の増額で。そうなんですよ。いいんですかこんな方向で。いやいや、なのでね、じゃあいくらぐらいやるのかっていうのがまず一つの問題になるんですね、で、これやっぱりね、私が問題だと思うのは、この子育て支援と少子化対策ってこう同じようにこう言われてパッケージで出てきましたけど、やっぱ違うと思うんですね。つまり子育て支援、例えば児童手当を積みます、で高卒までとか言うと、私の子供なんか小学生ですけども、うちも子育て支援で増えるじゃないですか。でもうちにいくらお金が降りても、もう一人じゃあ作ろうかっていうふうにやっぱりもうならないと思うんですね。つまりこれは子育て支援にはなるけど、少子化対策にはやっぱならないんですよ。で、今子育て支援ももちろん大事なんだけど、本当に少子化をなんとかしたいと思うんだったら、いや本当に、ね、別なところにお金使わなきゃいけない。例えば結婚できるようにする、やっぱり社会に希望を持てるようにするっていうのは大事で、で増税します。さっき辛坊さんが言ったように保険手当ガーンと上げてですね、増税して、はい少子化対策しました、子供産んでくださいって言っても、それなんか本当にどっち向いてやってんだっていう話にやっぱなっちゃうんですよね。やっぱりね、この政治なんとかしないとね、子供だって増えないですよ。青山さん、はい、なんとかしなきゃ。ほら私の話ですか、また辛坊さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい中ありがとうございました。青山和弘さんでした。4月4日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は4月4日今日辛坊家結婚記念日と聞いた時に聞きたい曲。まず千葉市ののぼりりゅうさん74歳は、辛坊家の結婚記念日と聞いて聞きたい曲は吉田拓郎さんの結婚しようよです。僕の髪が肩まで伸びてってやつですね。僕の髪がシルバーになってもっていうふうにね、書いてね、書いてますが。それから栃木県の梅干し小僧さん63歳男性、ほいほい、スーパーフライ愛を込めて花束を。これはね、出だしの歌詞の二人で写真を撮ろうから最後のいつまでもそばにいてまで、ベテランの夫婦にとってはちょっと照れくさい歌詞ですが、多分仲良しの辛坊家にはぴったりでしょう。ああ、ね、仲良し仲良しの辛坊家ですよ。それからそうですか。新宿区41歳シャコパンチさんは、オフィシャルヒゲダンディズムの150万キロのフィルム、これ結婚式向けの曲ですが、文字通りフィ
ィルムにして150万キロにも及ぶ長さにもなる思い出のある辛坊さんの夫婦生活をしました。数々のたくさんの思い出フィルムにしたら150万キロ。なんで150万キロなんですかね。まあ、長いってことなんじゃないですか。またざっくりした解説ですね、それ。それから静岡県ラジオネームこもたさん。辛坊さんの家でも4月4日は記念日なんですね。私の家も4月4日は記念日です。偶然にも妻の誕生日です。 おめでとうございます。おめでとうございます。ちなみに年齢はそれなりですが、こちらも偶然にも日の絵馬です。おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでリクエストはベタですが、森高千里さん、私がおばさんになってもお願いします。なるほどね、なるほどね、はい。足立区にお住まい42歳のゼック東京さんは、辛坊家結婚記念日の時に聞きたい曲は三木道山のライフタイムリスペクトでお願いします。ほうほう。これ一生一緒にいてくれやとプロポーズしてから仲良く過ごされてきたんでしょうね、と。川崎市中原区新丸子の不動産屋さんですね、長渕剛さん、乾杯。結婚式定番ソング来ましたね。そうそうそう、はい。杉並区のキスミントさん、46歳の女性はですね、ミスターチルドレン365日をリクエストします。毎日奥様と一緒に過ごされているので、これからも末永くお幸せに。365歩のマーチは水前寺清子だな。そうですね、こちらは365日ですからね。神奈川県川崎市のクータンママさんはですね、竹内まりやさんの本気でオンリーユーはいかがでしょうね、大好きな竹内まりやさんの歌の中で結婚式に一番合う歌で、しかもケーキ入刀に使われることが多いようです。辛坊さんにその時の新鮮な気持ちを思い出していただきたい。竹内まりや、ね、リンダとかほら結婚式の定番曲ありますが、はい、よく歌詞を聞いてみると、ね、おいそれはねえだろうみたいな。そういうのありますよね。気をつけないとね、ちょっと結婚式にふさわしくない歌詞だったりする場合も、ね、ありますからね。あと群馬県のナトゥーナユンさん、54歳男性。あるあるあるですか。はいはい、インド映画です ね、はい、ね、あれ見ましたよ。面白かったです。面白かったですか。はい、やっぱりあのインドの人たちはイギリスにひどい目に遭ってたんですね。ちょっと、まあ、そういう素朴な感想を持ちましたけれどもね、さあ、で聞きたい曲は水戸黄門の主題歌、ああ人生涙ありでお願いします。これ人生楽ありゃ苦もあるさ、子供の頃平日夕方再放送で毎日聞いていました。辛坊さんは表向き苦労はなさそうに見えますが、家庭ではきっと涙あり、そんな気がしますのでお願いします。ありがとうございます。よくお分かりでございます ね、はい、皆さん本当にありがとうございました。ズームオンミュージックリクエスト、本日はスーパーフライ愛を込めて花束を。まあそこ行きますか。え、いや、なんかちょっとこれも意外だったんで。あ、そうですか。エンディングでね、お送りいたしますんで、お待ちになってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしています。日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。フィンランドが今日 NATO に正式加盟。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は昨日の記者会見で、フィンランドが今日正式加盟すると表明しました。新規加盟は2020年の北マケドニア以来で31カ国目となります。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、これまで中立政策を維持してきたフィンランドが対ロシア防衛を担うアメリカ・ヨーロッパ同盟に加わります。いかん、いかん。フィンランドが今日 NATO に正式加盟っていうこのリードを聞いた瞬間に、はい、フィンランドがインドのダンスを踊りそうな気がした。NATO NATO じゃない。あ、そうですか。そうですね、あのインド映画でね、今流行ってますよね、はい、NATO ダンスっていうのが、はい、はい、激しいね。 NATO、 NATO、 北大西洋条約機構、はい、ノースアトランティックトリーティーオーガナイゼーション、はい、頭文字を取って北大西洋条約機構。もともとはですね、あの東西冷戦が始まる頃に、第二次大戦が終わった後、第二次大戦の頃にはやっぱり日本、ドイツ、イタリア、枢軸国に対抗するために
まあ、いや、共産圏も、西側も、まあ、いや、結びついたんですけども、はい、第二次大戦が終わった瞬間にですね、東西冷戦というのが勃発して、やっぱりソ連を中心とする共産主義国の脅威に対抗するために、西側が一致で安全保障上の条約を作ろうと。で、できたのが NATO ですよ。はい、で、まあ、代表的なところで言うとアメリカですね。それからカナダも入ってるはずですね。ヨーロッパの主要国は大体、東ヨーロッパじゃなくて、もともと西ヨーロッパの主要国が大体入ってます。はい、で、スカンジナビア半島の皆さんの頭の中にあるヨーロッパの地図で上の方に巨大な のどちんこのようにぶら下がってる大きな半島がありますね。これ大西洋側西側から順番にノルウェー、はい、スウェーデン、それからロシアと地続きの一番東側がフィンランドという3つの国、これはイメージでこう皆さん頭の中にあると思います。今はもうちょっと南の方にですね、そこから南の方にバルト三国というちっちゃい国が3つあるんですが、ここは旧ソ連の頃にはソ連領だったんで、日本の地理の勉強ではなかなか出てこないんですが、このスカンジナビア半島の3つの面積のでかい国は、まあ、大抵の日本人の頭の中にあると思いますが、この3つの国の中で一番西側、大西洋よりにあったノルウェーだけは一番最初に NATO ができた時から NATO の加盟国なんです、はい、ところがフィンランドとスウェーデンは、特にフィンランドはロシアと地続き、旧ソ連と地続きだったんで、あまりに旧ソ連やロシアを刺激するとやばいので、NATO に入るのはまあやめて自主独立で、まあスウェーデンなんかもそうですけれども、はい、自分のところで防衛力を整備しようと。ところが今回ウクライナがこんなことになっちゃってるのを目の当たりにすると、そいつまでも自分たちだけでは無理だな。で、NATO の重要なところはですね、もともとやっぱりその共産主義に対抗するための軍事同盟なので、日米安保と同じように、その加盟国のどこかが攻撃されたときには、自国への攻撃とみなして集団安全保障で反撃をするという、はい、これが NATO の根幹を成しているわけですよ、はい、で今回ウクライナは NATO に入れてもらえてなかったって入ってなかったんで、攻められても NATO の加盟国は、まあ、武器の供与ぐらいはするかなんだけど一緒に戦ったりしないんですが、これがウクライナじゃなくて例えばノルウェーだったりすると、うん、それはもう NATO は条約上を、集団で反撃をするということになるわけですね、はい、で、まあ、これがソ連崩壊後ちょっと雰囲気変わってきてですね、いや、まあそうだな、一番雰囲気変わってきたなと思うのがですね、9.11 っていうのがありましたね、はい、2001年9月11日にニューヨーク、ワシントン同時多発テロっていうのがあったじゃないですか、うんうん、この時に、まあ、同時多発テロの翌々月にはもう、アメリカは、タリバンがかくまってたアルカイダの本拠地を叩くために、アフガニスタンに攻め込んでるんですけども、はい、この時攻め込んでるのは、NATO も攻め込んでるんですよ。で、なんで NATO が攻め込んでるかというと、この NATO における集団安全保障条約上を、アルカイダによる同時多発テロっていうのはアメリカに対する攻撃というふうに見なして、NATO はアフガニスタンの攻撃の時にアメリカと一緒に戦ってるわけです、はいはい、NATO ってそのぐらい今、まあ、性格も変わってきてるし、軍事同盟としてはかなり大きくなってて、今何をNATO、特にアメリカは考えているかというと、将来的に中国が台湾に攻め込んだ時に、この NATO の枠組みを何とか使えないかみたいな思惑があるんですね。ただ、アフガニスタンの時には、アルカイダは、アメリカで、テロを起こしてるから、これはアメリカに対する攻撃だから、はい、うん、NATO 上の条約上の義務で NATO の他のイギリスとかフランスとかドイツはアフガニスタンに来たけれども、いや、台湾に中国が侵攻した時にこの枠組みって常識的には今の NATO の枠組みでは使えないんだけれども、はいはい、でも将来的になんとかこの NATO の強大な軍事力みたいなものを、うん、世界の安定のために使えないかと今模索してる最中に起きたことだというのはどっかに留意して得必要があるんだけども、話をガラッと変えると、もともとさっき言ったスカンジナビア3カ国のうちの、フィンランドとスウェーデンはそういう事情で NATO に加盟してなかったんだけど、今回ウクライナを見てですね、これはやばいからちょっと NATO に入れてちょうだいって言ったんだけども、初めは両国が同時に加盟するつもりだったんだけど、
トルコというこれはもう一番最初の1949年に NATO ができた時からの加盟国なんですが、多分ね今のトルコだったら NATO に入れてもらえなかった可能性があるんですが、当時はやっぱり西側 の、はい、あの連合国のうちの一つだったもんだから堂々と入ってるんだけど、このトルコがですね自国の中にクルド人という世界最大の国を持たない少数民族がいるんですが、このクルド人の独立運動をしている人たちがスウェーデンの国内にたくさんいるんです。でトルコとしてはいやスウェーデンが NATO に入りたいんだったらあのクルド人を引き渡せって言って、それでまああのスウェーデンの過激派の右派があのコーラン燃やしたりなんかして、トルコイスラム国なんで頭にきてスウェーデンなんか絶対入れてやるかって言って、両国同時に入りたかったんだけども、フィンランドだけはとりあえず入れてやるって話になって、でとにかく NATO 加盟国の全加盟国が批准書にサインしないとフィンランドもスウェーデンも入れないんだけども、うん、先行してトルコがあのフィンランドに先に批准書を出したの、はいはい、だからまあ今回フィンランドは先行して入りました、はい、残るスウェーデンはどうするって話なんだけど、まああの読みとしてはですね、うん、相番は入るんだけど最後の最後までやっぱりトルコはですね、この NATO 入りのカード、スウェーデンを入れるかどうかのカードを最後まで外交のネタとして使うだろうなっていう今そんな状況で、ちょっとスウェーデンだけが今取り残された状況になってますというそんな話です。この話はまだあと1時間喋れるんですけども、今日はこのぐらいにしといてあげますはい、ズームミュージックリクエストをお送りしているのは栃木県梅干し小僧さん、埼玉県かよこさん、お二方からのリクエスト、スーパーフライ愛を込めて花束を、はい、でございました。はい、さあこの後日本放送は日本放送ショーアップナイター横浜スタジアムから DeNA 対巨人の1回戦をお送りいたします。解説は真中満さん、実況煙山光則アナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。で取り上げるニュースはやはりフィンランド NATO 加盟へというニュース、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんがお電話で出演します。マネタリーベース3月の平均残高は 9.3 兆円増加、国債、購入で増加続くなどお送りいたします。そしてこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんをお迎えいたします。そうですか、いや多分ね、うん、私は忘れないと思いますね、はい、フィンランドが NATO に加盟した日は4月4日であると。そっか、こういうのってねなかなか忘れないものですよ。結びつけてやっぱりね記憶ってね残りますから、記憶というのはこうやって関連付けて覚えるとね、そういうこと、受験生の皆さん、あの丸暗記しようと思ってもなかなか難しいですけど、そうそうそう、何かに関連付けるとね、うん、いろんなことが頭の中に入ってきます。言ってきますけど、あの NATO に入ってつたって RRR みたいに踊り始めるとかそういう話ではございません。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と松山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。